ちは、メガテドリブル塾の翔ちゃんです。今日はある検証企画をやってみたいと思います。イエーイ。ちょっと一人で撮影してるんですけど、最近 YouTube のコメントでも多かったんですけど、拓也のリフティングが上手だと、めちゃくちゃうまいっていうコメントがよく来てたので、ある海外の YouTuber がやってたものなんですけど、拓也はどんなものを使ってでもリフティングができるのかっていうのを検証していきたいと思います。それではやっていきましょう。たまにはアップ映像からちょっと撮りたいなと思って。アップ映像最近流行るのルーティン動画、ルーティン動画、 Vlog 系。今日はちょっと検証企画、検証企画。何あははじゃないよ。サッカーボール以外でもリフティングができんのかと。サッカーボール以外、テニスボールとか。まあそれはちょっと僕がいろいろ持ってきたので、今日はこれでリフティングにチャレンジしてみよう。面白そう、はい。この袋の中に入ってるんですよ、はいはい、リフティングやってほしいものが、うんうん、取ってリフティングしてればいい。そうそうそう、怖っ、何が入ってんの。リフティング、はい、見ちゃダメです。隠して何が出るかな、何が出るかな。はい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 、あ、これやりさしそう。おー、オレンジ。オレンジ。これでリフティングすればいいの。これでリフティング、よし、できるかな。何回やればいい、何回やればクリア、落ちるまで、落ちる。え、余裕、余裕だなこれ。やっぱオレンジは余裕だな。うまいのか。うまいやに。クリアー。わっ、あー、クリア。よし、いやー、オレンジ、フラットでちゃんと美味しくいただけます。うまそうなオレンジ。オレンジクリア。ソックス、サッカーソックス。いやー、めずそうこれ。形おかしいよ、いける。だけど準備できればいいんじゃないか。クリア。クリア。いいんだ。じゃあソックス重めに見てクリアということで、ありがとうございます。じゃあ最後ラスト取ってください。ラストのチャレンジは、はい、今流行ってるやつね。流行ってます。トイレットペーパーはできない気がする。ネイマール何回？ネイマールは19回。あ、19回？ 19 回。あ、じゃあネイマールの回数はとりあえず超えてるってこと？超えてます。よかったー。検証は、タクヤはリフティングうまい。イエーイ。3つ制覇しました。クリアしました。ソックスだけ20回いかなかったな。どう？やってみて。いや、むずい。ぜひ皆さんもいろんなボールでリフティングしてみてください。めっちゃ難しかったです。もしよかったら、今日僕がやったこの魔物を使ってもいいし、何か他に面白いものがあればリフティングしてみて、インスタとかでタグ付けしてストーリーとかでアップしてくれたら僕絶対見に行くので、ぜひチャレンジしてみてください。ありがとうございました。はい、この動画が面白い役に立ったと思っていただけたらぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。まだチャンネル登録もお済みでない方は、このようなサッカー系の動画じゃんじゃんアップしていくので、こちらからよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.